ちゃくちゃね続きからやってきますよ。とりあえず今体力がない。でも歌唱をひたすら上げて、美月先輩と、美月先輩とのイベント見たいから、今回はちょっと体力ゼロの状態で歌唱に参加しつつ、土日で一回休むことにする。はい、あ、休んだ方がいい気がした。なんか一日無駄にしたよねこれ。やっぱ休んだ方が良かったかな。クォーツは今苦しい状況だ。それでもフミさんは月兄の思いを引き継いでみんなを優勝に導こうとしている。私にできることは何だろう。少なくとも今のままじゃ何の力にもなれない。何か変えていかないと。最悪、今一番見たくなかったやつまた会ったよ。なんでそんな君たちにやたらと接触するの。おや、立花さん、こんにちは。神谷君、桃梨君。あれ、神谷君と桃梨君って背丈や体格が私とそうちゃんに近い。それに顔つきだってお互いジャンの寄りだ。私とそうちゃんが並ぶとこんな風に見えるのか。ジャン・ホセとシャルルは経験豊富な大人と青さが残る青年の先輩後輩コンビだけど、あー、私とそうちゃんだったら、モナシ君こそそれこそジャン・ホセっぽいね。だったら少年コンビの方が似合いそう。兄弟コンビの方が似合いそう。少年コンビじゃない？少年コンビの方が似合いそう。ああ、何言ってん。少年コンビって言ったみてえだけど、それがどうした。これはやっちゃいましたね。フミさん、相手は俺たちに大きなヒントを与えてしまったと。クォーツのアルジャンヌ。クォーツは先輩が優しいからな。こいつに話があるなら代わりに聞いてやるぜ。行こう、カクト。ええ、それでは失礼します。ミスから聞いてはいたけど、次から次に大変だね。お前もおかげで助かりました。ああ、いいいい。それより面白そうなこと言ってたな。あ、カリウドコンビのことなんです。経験豊富な大人と青さが残る青年の先輩後輩コンビよりもそっちの方が似合っている気がして。アンバーの一年見て思いついたんだ。はい、脚本とは全然違うんですけどね。うん、面白そうじゃん。え、やってみようぜ。それ、彼が考えた狩人コンビですか。ああ、息抜きにやってみねえか。でも設定が漠然としすぎてないでしょうか。だったらちょっと付け足そうぜ。16歳の双子狩人ってのでどうだ。で、あとはソシ、お前が考えろよ。いいね、キャラの深掘りだったらね、ソシ強いからね。僕がそういうの得意だろ。とびきりかっこいい悪役にしちまいな。おい、カイ、ちょうどいいところであった。聞きたいことがあったんだ。夜長のジャン・ホセか。夜長くん、あの役が織巻くんに当てられて書かれたことを感じ取りすぎているように見えてね。夜長は役の解釈に関しては目を見張るものがあるからな。さすがに手を打たないと。ほら見てくださいよ、全然違う、全然違う。でも狩人、嬉しそう。友達の成功を喜べるって、もう、あー、好き、この子たち。うるさい、聞こえないだろ。怒られてる。ん？そこの二人、稽古場の前でどうしたのかね。織巻、足の怪我は大丈夫なのか。今日病院行ったら腫れが引いたから普段通り生活してもいいって言われました。つっても無理はできないんですけど、稽古の手伝いくらいはできるだろうから。立花たち探してたら。私はメアリー、メアリージェン、人形師のメアリージェン。誰も名前を呼んじゃくれないドールマンさ。話の冒頭、メアリーが人形を抱いて売り歩くシーンか。この後カリウドの登場だよね。そうなんです、カリウド。そのカリウド見てみろ、あれだあれだ、人形師のドールマン。女なのにドールマン。カリウドが面白いんですよ。あれが噂のメアリージェン、嫌われ者の人形師ですか。
もうなんかぽいね、うん、なんかうん、宗四郎に合ってる、宗四郎って感じが出てる。なんて落ち着きがないやつなんだ。死にかけの鶏の方がまだ品があるぞ。セリフも役の性格も変わっている。フミさんが1年のために息抜きでやってるみたいなんですよ。息抜きってレベルじゃないけど。なあ、あの話をしてくれよ。この島に来てからずっと島民たちがしている噂話。はいはい、わかりましたよ。ドールマンが作るお人形は悪魔のお人形。肌は血が抜けたように真っ白で、唇は滴る血のように赤い。それというのもあの女、死体を使って人形を作っているらしい。ああ怖い、ああ怖い。こんな噂もある。ドールマンの人形は呪いのお人形。あの人形を抱いて眠れば悪夢にうなされ、寿命が縮む。冥府の扉が静かに開いて、ゴーストたちの仲間入り。ああ怖いね、恐ろしいね。やっぱ主人公もすごいよね。なんかとっさに組んだ劇でここまで演じきれるってなかなかだよな。宗四も宗四で役にぴったりだし。これはこれは、よくないですか？すげーでしょ。くだらない噂話だと聞き流していたけど、あんな奇妙な女なら何をやっていてもおかしくない。島の奴らを疑っていたことを悔い改めなきゃ。神よ、許したまえ。島の人たちはゴーストにでも会ったかのような目でドールマンを見ていますね。ドールマンが話しかけても一切返事をしようとしない。おや君たち、初めて見る顔だね。こっちに来るぞ。あなたがジロジロ見ているからですよ、シャルル。いやあ、はじめまして。私は人形師のドールマン。握手をしよう。フミさんの演技もいつも以上にキレてんな。確かに、自由にのびのびやっている。おっとごめん、俺の国じゃ握手は殺し合いの合図なんだ。へえ、陽気な風習だね。大丈夫、殺し合いをするつもりはないよ。この人形を見ておくれ。素敵なお人形だろう。島の人たちもみんなこのお人形が大好き。売り切れ前にお一ついかが？こいつ、イケシャーシャーと嘘をついてるぞ。近くで見るとますますおかしなやつ。関わらないのが一番かな。さ、観光に戻ろう。次の船が来る前に。ええ。あれ、ネジ先輩。あ、みんなもいる。なあ、続きは？ここまでしか作ってないよ。それにネジ先輩の前でこんな。ええ、もっと見てよ。セリフ一つ考えるだけでも大変なんだよ。話の筋を変えないようにしなきゃいけないし、ネジ先輩が考えそうなセリフじゃなきゃ物語から浮いちゃうし。もうネジ先輩の心まで理解してるとすげえな、宗四は。こんなのいくら時間あっても足りないよ。与永くんが考えたのかい？若い双子コンビだよね、これ。すみません、言い出したのは私なんです。こういう設定なら私とそうちゃんに合うんじゃないかと思って。お、脚本批判？そういうわけじゃありません。なあクロ、この設定生かして脚本書き換えてくれよ。うわー、またハードワーク。え、いいじゃねえか。なあ、あのね、そうですよフミさん、今から脚本直すなんて。直すに決まってるでしょうか。本当いい先輩。立花君、与永君、今から君たちは双子の狩人だ。でもネジ先輩が作った脚本、面白そうなものが目の前にあるのに見て見ぬふりをするなんて僕にはできない。それに演者に向いてないこと無理やりさせて自信を奪うのもどうなんだって話だし、
演者の力を引き出すのが演出家の仕事でしょ。ネジ先輩、そうだ、名前も変えよう。双子なのにシャルルとジャンホセじゃ統一感がないからね。シャルルと丸々、シャルルとバツバツ、ラズ、カチス、ヒリ。お、変な音が入りそうだな。キャラ名も変わっちゃうんだね。そうだ、フィガロ、シャルルとフィガロ。フィガロ、フィガロ、君の名だ。創始の専用のキャラクターだもんね。もうかっけえ名前じゃねえか。頑張れよフィガロ。かっこいい。スズはジャンホセだけどな、創始はフィガロだな。フィガロ、フィガロ、代役じゃないよこれは。もう創始の役だからね。さてさて、イメージを膨らませたいからそのまま演じてくれる。今、インスピレーションマックス。やりながら書き直しちゃうよ。ごめん、だいぶいいセリフ中に余計なの入ったわ今。あの、フミさん、今日は付き合ってくださってありがとうございました。双子の狩人作り、即興劇みたいで面白かったな。宗師はポンポンアイデア湧いてくるし、お前は宗師の伝えたいことすぐに把握して迫力ある悪役になってたじゃねえか。悪の花って感じだったよ。負けらんねえってワクワクしちまった。なんだか久しぶりに月さんと舞台に立ってた時の気持ちが蘇ったね。そこまで超嬉しいこと言ってくれるね。すげえ楽しかったよ。じゃあお疲れさん。僕たちも楽しかったね。これもう優勝ですね。あと14日だ。50日とかあったのが懐かしいな。よし、今日は休もう。ちなみにお出かけは？わー、美月先輩がいる。どうしよう。今日はこっち見よう。今日はもうこっち見て明日休憩しよう。歌唱をあげたおかげだね、これ。仲良くなれるかな。はあ、どうすんだよ。チーム2年生が。ちょっと待て。今先生たちに連絡してるから。何したの？2年の先輩たちだ。どうしたんだろう。お、立花。ビス。お疲れ様です。何かあったんですか？ああ、今日訪問公演なんだよ。訪問公演？歌劇をより身近に感じてもらうためにユニベール生が玉坂市内の公共施設を訪問して舞台を披露すんねん。そんな取り組みがあるんですね。初めて聞きました。2年の仕事やからな。1年は自分たちのことで精一杯やし、3年は下級生の面倒を見なあかんやろ。せやからある程度自由が利く2年が代表して訪問しとんねん。アンバーは不参加やけどな。あら、やる気なしですね、田中右先輩。その訪問公演に出る予定だった生徒が喉痛めて舞台立てなくなったんだよ。うるさい。先生たちに連絡ついたの？今動いてもらってる。代役立てることになると思うけど。適任者いる？出番自体は少ないけど、ジャックもジャンヌもできなきゃいけない役だよ。あ、これも主人公行くしかないじゃん。正直代役に入れる77期はいないと思う。これだから77期は。あ、俺かスガチならできる。主役が脇にスライドしてどうするんだよ。そうだけど、でもジャックもジャンヌもできるやつって。あ、何？うるさい。橘ならできるんじゃねえの、代役。私ですか？ちょっと、うちの後輩巻き込まないでよ。でもこのままじゃ舞台に穴が開いちまう。なあ橘、頼む、手を貸してくれ。どうしよう。ね、行くしかないでしょ。これはやります。不安です。いや、やります。任して。わかりました、やります。マジで？自分で言っといてなんだけど。木も座っとんな。カイドウさんがオニキスに欲しがっただけはあるわ。おい、いいのか橘。はい。本当にありがとな、オニキル。じゃあ歌とセリフは移動時間を使って俺が教える。そんな即興でどうにかなるもん。スガチ、お前は劇場に着いたら振り付けを教えてやってくれ。いや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 、いけるか。ああ、土壇場すぎん。
頑張らないと。マジか。みんなに優しいんだな。でもやきもち焼いてるこの人、可愛いんだけど、僕だけじゃないんだみたいな。大成功？はあ、よかった、無事に終わった。お客さん喜んどったな。立花のおかげだよ、本当はありがとな。お役に立ててよかったです。あれ、白田先輩は？なあ、着替えだろ。着替えを見せたがらないジャンヌは多いからな。うちも大変だよ。ロードナイトはジャンヌが多いですもんね。その点クォーツはバランスよく揃ってるよな。どうだ、クォーツは楽しいか？楽しいです。大変です。楽しいです。最高の先輩たち。楽しいです。そっか、羨ましいよ。先輩にジャックエースもアルジャンヌも組長もトレゾールも揃ってるんだもんな。クォーツにトレゾールがいるのってかなり珍しいんだ。歌が上手いやつはだいたいロードナイトに来るから、トレゾール級となるとなおさらな。クォーツの先輩たちは面倒見良さそうだけど、白田はどうなの？めっちゃ優しいよ。あいつちゃんと稽古つけてくれてんの？いや、見てくれてる。実は、はい、時々つけてくれます。はいだろ。はい。そうなんだ、意外。確かに旗から見たらそう見えるよね。白田って良くも悪くも自分の歌優先だからさ、人の面倒なんか見ないと思ってた。もしかしたらお前のこと気に入ってるのかもしれないな。あ、聞かれた。クォーツってそうなんだな。じゃあそういう時お前はどうしてんの？私は、お前みたいに熱心な後輩がいたら楽しいだろうな。あ、これ焼きもち焼いちゃうよ、ミッキーが。ほら見てる見てる、焼きもち焼いてる。何この可愛い先輩。周りの奴らがお前と組みたがるのもわかるよ。もしお前がロードナイト生だったら俺も組んでみたかった。焦ってる。白田先輩だ、着替え終わっ、そいつに触れるな。いや、気持ち焼いてる。白田、そいつに触れるな。いや、触ってねえけど。どうした白田、声荒げて。白田先輩、帰る。すみません、私も失礼します。ああ。なんだ白田のあんな顔、初めて見たわ。白田先輩、あの、どうしたんですか？何か気に障ることでも？お前さ、みのり川には自分のこと話すんだな。まだ引きずってる、やっぱり。ねえ、そんなことないよ。しかも楽しそうにさ。僕が聞いた時は気まずそうにしてたのに。あれは白田先輩に聞かれたのは、私が隠さなきゃいけない部分だったから。でもどう説明したら。まただんまりか。どうしてお前は、お前は、くそ、何やってるんだ。ごめん、頭冷やす、置いて帰ってくれ。ここで冷静になってくれる先輩だもんな。ほんといい人。おかしいのは僕の方だ、白田先輩。あ、どっちだ。ここにいたいです。ここにいたいです。ずるいよ、お前は。そうやって誰にでも優しくするんだろう。誰にでも優しいやつは誰よりも優しくない。だったら突き放してくれた方が。違う、お前に突き放されるくらいなら優しいお前を見てる方が。立花、みのり川の視線がお前に触れるのが嫌だったんだ。まあ、そういうことね。どっちが乙女かわかんねえんだけど。なんか美月先輩の方が乙女レベル高いんだけど。お前たちが仲良さそうに話しているのが耐えられなかったんだ。だって僕は我慢してるから、お前がいると落ち着くんだ。お前が僕を見てるとホッとする。人の視線が苦手だったのに、お前の視線は嫌じゃない。でもお前のことを知ろうとするとお前の目が不安で曇るから、ずっと
我慢しているんだ。何言ってんだろうな。ごめん、今日お前が僕たちの舞台を手伝ってくれて助かった。お前がみんなにちゃんと評価されてるのも嬉しかったんだ。それは本当だから。白田先輩、すぐいつも通りに戻る。だからそれまでここにいてくれ。白田先輩、苦しそうだ。私のせいで。めっちゃ伝えたい。こっちの正体めっちゃ伝えたいんだけど、こんな苦しんでるミッキー見てらんねえよ。休もうかな、どうしよっかな。うん、何もないな、休もう。よし、今日は休もう。で、ひたすらまた歌詞を上げていこう。え、休んだよな、今。大丈夫だよな。超心苦しいんですけど。半端ねえ、この心の苦しさ。あとはもう一週間これ歌詞を上げよう。歌うまだよ、もう歌うま。あ、イベント来た。新しい台本、できたよ。早いね、さすがネジ先輩。はい、何せ夜長宗志郎先生の助けがあったからね。やめてください、大したことはしていませんから。でもネジ先輩と宗志で台本作ったらもっとさ、すごいことになるんじゃないのかな。やっぱキャラの深掘り掘り下げっていうの、こういうのってうまいからね。大きな変更は2つだ。まずは狩人を若い双子に変更。名前はシャルルとフィガロだ。ジャン・ホセとシャルルは個別に行動することが多かったけど、シャルルとフィガロは違う。双子だから関係が密で、何をするにしても一緒に行動。本当だ、ジャン・ホセが一人で行動してたシーンも二人でいる。フィガロ、頭良さそうなとことか、ずるいとこはジャン・ホセに似てんのに全然違って見えるな。おい、折巻。なんすか、白田先輩。配役をしっかり確認してから台本を見ろ。配役？ん？鈴くんだ、鈴くんがいる。ん？どういうこと？フィガロに折巻ってなってる。本当だ、鈴くんの名前がある。え？何？どういうこと？スズ君、配役に名前があるよ。え、は、ほんとだ、なんだこれ。ハチポチ、誰。え、今ハチポチってどこにいた。なんか新キャラ入ってっけど。大きな変更のもう一つは新たな役の追加だ。折巻君には僕や白田君、大鳥君と同じ教会のゴーストをやってもらう。大きな声で人をびっくりさせるのが大好きなゴーストだ。もうスズくんじゃん。声でか、スーにぴったりの役じゃねえか。その上、折巻くんの足に負担が少ない親切設定。セリフは白田くん演じるシスターゴーストから拝借しております。僕のセリフが減るってことですか。察しがいいね。初めてお前に感謝できるかもしれないな、折巻。いいなこれ、スズを省かないでな。同じ舞台に立たせてあげてくれるって、もう最高先輩たち。俺、舞台に立てるんすか。また足の怪我を再発させない限りはね。しないっす、気をつけます。ありがとうございます。スズくん、よかった、本当によかった。それでは稽古と参りましょうか。次、ゴーストの教会で陽気に踊るゴーストたち、行くよ。折巻くん、もう一度ハチポチの説明をするよ。君は自分が何のゴーストかわからないけど、周りに犬のゴーストじゃないかと言われて犬の格好をしているゴーストだ。素直で元気、明るく前向き。うっす、そのまんま折巻じゃないか。教会のゴースト歴は僕の方が先輩だからな、折巻。なんか出てきたぞここで大鳥が。わかりましたよ、大鳥先輩。お、それでは参りましょうぞ。今宵もパーティー、ゴーストパーティー。俺たちゴースト、死なないゴースト。素敵な教会に住んでいる。俺たちゴースト、陽気なゴースト。ゴーストトースト、ローストゴースト。そうだった、大鳥はこだインフムキャラだったわ。そういえば、今宵もパーティー、ゴーストパーティー。月夜の晩が終わるまで真
かな朝日が昇るまで。いやはや、今宵も素敵な晩ですな。10秒後にはハチポチがお腹を見せて月光浴をしてそうだ。なんで俺が考えていることがわかったんだ、牛の子の兄貴。さすがだぜ、ワン。ハチポチ、ここで犬みたいに寝っ転がってお腹を見せる。うっよっ。めっちゃ楽しそうなんだけど、鈴が。ご機嫌なワンコじゃないか。これなら問題なさそうだな。鈴くんがいるだけで場の雰囲気がパッと明るくなる。これは鈴くんの才能なんだ。でももう比べない。僕には僕の役がある。僕には僕のやりたいことがある。ジェイコブの目覚めをきっかけに教会のゴーストと親しくなったメアリー。そんなメアリーの家に突然カリウドコンビがやってくる。元の脚本じゃジャンホセ一人偵察に来ていたけど、シャルルとフィガロは一緒。二人揃ってやってくる。はい、はじめ。おはようございます。朝食はトビウオのムニエルですか。クンクン、焼いたキノコの香りもする。おや、どちら様。でも見覚えはある。そうか、私が作ったお人形さんにそっくりなんだ。覚えているけどお忘れですね。僕はフィガロ、彼は双子の兄シャルル。こんにちは。僕らは二人で世界を旅しているんです。へえ、それはそれは。旅人さんが何の御用。ドールマンには近づくなって島の人に言われなかった。彼らは私の悪口を言う天才なんだ。バリエーションもとっても豊か。聞いた聞いた、耳にタコができるくらいにね。ドールマンの家に行けば人形の材料にされるとも言われました。それならどうしてきたの。お人形さんになりたいの。困ったな、生きた人間で人形を作ったことはないんだ。ごめんね。やっぱ変なやつだなあんた。僕たちは人形になりに来たわけではありません。あなたの友達になりに来たのです。フィガロ似合ってんぞ、ヨナガ。久しぶりの稽古楽しかった。鈴くん、ずっとニコニコしてたね。楽しそうなのが伝わってきてたよ。まあな、それにほら、三人でワイワイやるのも久しぶりじゃん。ずっと喧嘩してギクシャクしてたもんな。でもこの仲良し三人組がまた見れて嬉しい。うん、そうだね。やっぱりこれが一番しっくりくるな。だな。鈴くんとソウちゃん、元通りになれたみたい。クラスのムードも上がってきた気がする。みんなの表情が柔らかい。あ、フミさんだけ違う。ピリッとした緊張感。輪の中心にいるのに一人別の世界にいるみたい。クラス優勝への思いを強くしているのかな。どうしてだろう。フミさん寂しそうに見える。なんだろうか、何か思い出してるのかな。なんで俺のことを間違えた。なんで俺の考えることが分かったんだ、牛の子兄貴。さすがだぜ、うわん。楽しそう。鈴くん、セリフほとんど入ってるね。おお、ハチポチのセリフすげえ覚えやすかった。もう鈴くんだもんね、あれは。折り巻き。お、アトルくん。あれ、折り巻きセリフの練習。あ、葛西、俺秋公演出られるようになったんだ。怪我が落ち着いたからネジ先輩が新しい役を作ってくれたんだ。そうなんだ。うわー、よかった。折り巻きのことはジャックとしてずっと意識してるからさ。やっちゃったなお前、また新しいジャックが増えるぜ、ライバルがな。今回舞台で見れないのすげー残念だったんだ。ライバルが怪我で不戦勝なんて一番悔しいパターンじゃん。それわかるわ。怪我抱えてやるのは大変だろうけど本番楽しみにしてるよ。もちろん立花もね。宗師もいるよ。いやー、アタルの反応が楽しみだな。ヨナガって言いそうだよね。あいつあんな才能あったっけって言ってそう。やべ、そろそろ動画終わろうと思ったんだけど1週間連続にしてるからこれ終われねえわ。レベル16になった。20ぐらいまでいったらあれかな、イベント起きるかな。
とりあえずイベントが入ったね。イベント挟まったんで今回はここまでとさせていただきます。練習しているね、頑張れよ。そうしろ。はい、ということでシアンでした。またね。